所管湖宇流町は、北海道空地総合振興局管内にある町。所管別竹東側にある、宇流沼出現が有名。現在の宇流川から付けられた町名とされており、アイヌ語に由来するが正確にはわからなくなっている。一説には、ウリリオペ、あるいは、オリリオペ、からとされる。この他、探検家の松浦武四郎は、太古の神が、 ウリウの名を付けたという伝説によるものである、と記している。集配業務は、滝川郵便局が、担当全国の、竜、竜の字が付く、市町村が集まり、相互交流を目的に結成。最大15市町村が加盟していたが、市町村合併により、現在6市町となり、存続を検討中である。2015年国勢調査によれば、以下の集落は、調査時点で、 人口零人の消滅集落となっている。町内を鉄道路線は通っていない。鉄道を利用する場合の最寄り駅は、JR 北海道函館本線の滝川駅あるいは、モセウシ駅。廃止された、鉄道路線かつて国鉄殺傷線が通っていたが、1972年6月19日に廃止された。町域には、ウリュウ、石狩追い分け、いのつの3駅と、南ウリュウ、 中雨流の日仮上降場があった、タクシー会社文化財観光、ありがとうございます。